皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は新大久保で、BBQ チキンを買ってきました。内容がハニーバターが6ピース、そしてチェダーが 6ピース、合計12ピースを買ってきました。で、料金が1980円。私が尊敬しているあのとぎもちさんがよく動画取り上げられていらしてて、すっごい美味しそうだなと思って、今回念願の初めての BBQ チキンです。早速焼きましょう。なんかすげえ、これ単文字でしたっけ、なんか漬物みたいな。これが2つですよね、今回。でこれ開けます。いくよ。おー、すげえ。やば、うまそう。でもう一つが、あ、これやば、あ、なんかね、めっちゃいい香りする、甘そうな匂い。いやー、うまそう。いいね。で今回骨なしなんで、めちゃめちゃ食べやすいと思いますよ。え、これ一皿で良かったかもしれない。あ、じゃあ、はい。あ、これめっちゃいい匂い。しかもめっちゃチーズ乗ってんじゃん。え、これチーズなの？え、待って、なんかこっちのチーズパウダーの方がなんか量が多い気がする。気のせい。いや、これで、はい、 OK。 そしてとぎもちさんリスペクトと言ったらこれでしょう。言います、恒例行事。これがやりたいだけか。乾杯。おいしい。いただきます。そしたらまずチーズからいきましょう。やば、これやばい、美味しそう。うん、めっちゃうまい。あのチーズがすごい美味しい。やばい、語彙力がね。最高。え、次はそしたらこの甘い方いきましょう。ハニーバター。うわ、やっぱ、やば、ちょっとテカテカしてて、ね、甘そうな感じのこのパウダーが乗ってます。やばい、幸せだ。どっちが美味しいかって聞かれたら、私の場合ちょっとだけ僅差でこのチーズパウダーの方が美味しいかなって思うんですけども、多分気分によって変わるんだろうな。私今日珍しくアイプチしてないんですよ。奥舞台なんで、その平行二重みたいにしたくていつもやってるんですけど、なんか目つき悪く見えたらごめんなさいね。もう一回チーズいきましょう。今どっち行ったっけ、チーズ行ったんだっけ、違うか、ハニーか、ハニー行ったか。じゃあチーズを、イエース。全部まんべんなくこんな風にいっぱいパウダー乗ってるんですよね。これどうやって食べよう。食べにくっ。すごいなこれ。ほんと美味しい。これな、やばいやばいやばい、強敵じゃんこれ。くっついてるし。
これやばそう。これ全部あれですよ、粉ですよ、チーズパウダー。イエース。ここだけ単体で食べよう。めっちゃサクサクしてそう。配分ミスった。どっちもハニーバターが残りました。私12ピース買ったじゃないですか。でこれ多分食べれないから余ったら妹と家族に分けようかなと思って買ったんですけど、全然一人でいけちゃいましたね。思うんだけど、なんでこんなサクサクなんだろう。仕組みがわからない。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。今回は BBQ チキンのハニーバターとチーズパウダー6ピース6ピースで合計12ピースを完食しました。最初チェーン店だから、なんかまあ言うほどそんな大したことないんじゃないのみたいな思ったんですけども、めちゃめちゃ美味しかったです。また食べたいと思います。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱も画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録をしてね。また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。